皆さんこんにちは三大寺です。チャンネルに戻ってきてくれてありがとう。今日は最新バージョンの数の3.5を使ってみます。そして私がどう買っているかをお見せします。角にはデフォルトモードとカスタムモードの2つの o p ーションがあります。デフォルトモードは初心者に最適です。曲のテーマとスタイルを入力するだけで OK です。でも私のようにもっとコントロールしたいならカスタムモードがおすすめです。 まずタイトルを入力し最新のそのモデルを選択しますクイックアップデートモデル選択は現在ページの上部に移動しました音楽のスタイルセクションでは希望する音楽スタイルを入力するか新機能を使用できます私は自分の歌詞を使うことを選びますが自動的に歌詞を生成することもできます欲しい内容を技術して歌詞を生成をクリックするとそのが残りをやってくれます 入力に満足したら、作成をクリックして2つのトラックを取得します。再生ボタンが表示されたら、それを聞いてレビューできます。最初の2つのトラックは私のスタイルではないので、もう一度試してみます。次の2つの結果もまだ私が求めているものではなく、2番目のものは演出が悪いので、自評価をつけます。SNO はこのフィードバックを使ってモデルを改良します。s ノがイントロを追加せず、すぐに歌い始めることに気づいたので、 イントロを強制するためにメタタグを追加しますこれは常にうまくいくわけではなくジャンルによりますがイントロとしてインストゥルメンタルオプションを選ぶことができます詳細は前のビデオでご覧いただけます再考して音楽スタイルを調整したいのでいくつかの変更を加えて次の2つのトラックのために再び作曲をクリックします2番目のトラックは良いですが完璧ではありません 気に入った部分と再生成したい部分を慎重に聞き分けます。トラックにいいね。をつけ、延長をクリックして正しいタイミングを入力します。歌詞を記述して延長ボタンをクリックします。今、コラスからバスへの異性がしょすぎることに気づきました。メタタグを追加してこれを修正し、完了したら再び延長をクリックします。最初の結果が最善だったので。 いいねをつけて、延長章をクリックし、続けたいポイントを見つけ、正しいタイミングを入力して歌詞を起除します。コラスが同じように聞こえないことがありますが、便利なトリックはフルソングにすることです。これにより、曲により多くのメモリーが割り当てられ、メロディーラインがより良く持たれます。フルソングが準備できたら、きんていいねをつけ、延長をクリックして、再び正しいタイミングを入力します。 望んだ通りに聞こえるようになったので、もう一つフルソングと作成します。しかし、まだ終わっていません。オリジナルのアウトロの後にコーラスを繰り返すことに決めました。最初のコーラスでは少しアカペラにしたいので、メタタグを追加します。そして、2番目のコーラスでは、最後の単語にエコーを追加し、カッコで繰り返してフェードアウトメタタグを追加します。 曲の終了を ai に知らせるために、括弧の中にエンドイを追加します。いいね。をつけ延長をクリックし、続けるべきところを聞き、正しいタイミングを入力して再び炎上ボタンをクリックします。 2番目のトラックがまさに私の望む通りに終わるので「いいね」をつけて最後にもう一度フルソングを作成します。今もし望むなら曲に独自の画像をつけることができます。新しいプロンプトを入力するか私が今やってるように写真をアップロードしてパーソナライズできます。最後に曲を公開度に設定します。これによりそののホームページに表示されるチャンスが得られますが他の人があなたの曲を使用する可能性もあります。 ストーリーミングサービスで曲をリリースしたい場合は何が最適かを考慮してください今日はここまでですこのビデオが楽しくて有益だと感じたらいいねを押して新機能のアップデートをフォローしてくださいヒントシュノはオーディオアップロードに取り組んでおりこれが素晴らしいと思ったなら次に何が来るかを見るのを待っていてくださいまた近いうちにお会いしましょう